こんにちは。ナナです。藤井竜王は、順位戦で豊島九段と対戦し、139手で勝利を収め、スコアは、6勝1敗で単独トップを守っています。ただ5勝2敗できている棋士が3名もいて、そこには名人戦常連の、順位1位斉藤慎太郎八段も入っているため、油断はできません。ですが、きっと、今期は、名人挑戦を成し遂げてくれることでしょう。それでは対局を振り返ります。1月18日、順位戦 A 級7回戦で、藤井聡太竜王は豊島将之九段と、関西将棋会館で、最も、格式の高い対局室となる、温情段の間で、午前10時から対局が始まりました。先に対局室に入ってきたのは藤井竜王で、棋士室には、さらに早く到着していたようなのでさすがです。豊島九段は9時48分に入室し、身支度を整えた後駒箱を開けて準備が始まりました。竜王は歴代永世名人の掛け軸を背負っての対局です。いずれ藤井竜王の掛け軸も飾られることになるはずです。藤井竜王の今年度勝率は、この勝利でさらに上げ40勝7敗で 0.851。直近10局は連勝です。持ち時間はストップウォッチ方式の各6時間。両者の対戦成績は、藤井竜王から見ると19勝11敗でしたが、この勝利で20勝に伸ばしており、順位戦では初めての対戦でした。先手後手は事前に決まっており、本局は藤井竜王の先手。藤井竜王は、なんと、先手でここまで20連勝でしたが、この勝利で21に伸ばしました。自身の先手番最大連勝は、デビュー2戦目を始点とした19連勝でした。先手番10連勝以上は、これが8回目。戦型は、角換わり腰掛け銀と両者の得意戦型。以前は、先手番で相掛かりを愛用してきた竜王ですが、先手番20連勝中での採用はありません。最多が、角換わりの12勝、続いて、横歩取り対振り飛車、対雁木と続きます。そして、両者がこれまで指してきた戦型は、初期はあらゆる相居飛車。2021年夏季は相掛かりを連続採用。そして、同年秋季から直近局までのおよそ1年にわたり、9戦連続で角換わりに、最新型を開拓してきました。こうしてみると、やはり、角換わりは、藤井竜王にとって特別な戦型なんですね。本局は、78手目までは、形勢が、若干、揺れ動く感じでしたが、それ以降は、先手藤井竜王の優勢を保ったまま、勝利へと突き進んでいきました。本局は、先手藤井竜王で、戦型は角換わりでしたが、これは、後手の豊島九段が、自身の研究に誘導するものでした。藤井竜王も、想定内だった加速座に対応してペースを握っていきます。豊島九段は決め手を与えないよう、絶妙なバランス感覚で対応を続けますが、藤井竜王が、鋭い踏み込みでリードを拡大すると、当然、いつものように、そこからの巻き返しは不可能。豊島九段であっても、大逆転のチャンスは、つかめず、見事な勝利を収めることになりました。終局時刻は、ギリギリ開始日と同じで23時43分。残り時間ですが、なんと、藤井竜王は1時間2分。対して、豊島九段は、2分と時間を見ただけでも、圧倒的な勝ち方なのだとわかります。本局でも、終盤に、藤井竜王は、後ろに手を組み、可愛いポーズをしていましたが、ストレッチなのかな？単純に、余裕のポーズだと感じていたけど、本局は、終盤以降はかなり余裕だったのではないでしょうか。対局後藤井竜王は、6勝1敗の星について、ここまで苦しい将棋もあったんですけど、結果としては良いペースで来れているかなと思うので、残り2局も全力を尽くしたいと思います。単独トップについて、僅差ですのでトップという意識もないですし、そういったことは意識せずに、次の対局も望めればと思います。残り2局への意気込みをお願いしますと言われ、1局1局が大事になってくると思うので、しっかり集中して指せればと思います。
59手目4七玉と上がった局面について、その辺までは研究が進んでいるのかという問いに対して、考えたことのある形で、4七玉で少し手を渡す形になるのですが、2筋の交換などを含めてどうかという感じでしたと回答しています。いつもなら1時間を超える長考があるのに、本局はかなり決断よく指していることがわかります。ちなみに、一番長い長考は、後手60手目5二銀に95分に対して先手竜王は、67手目6四歩で42分。最近は、時間の使い方も完璧です。対して、豊島九段は次のように語っています。60手目5二銀打つところで長考したんですが、どう指せばいいかわからなくて確かに、本譜も気にしていた順の一つだったんですけど、79手目8一飛車打たれて厳しかった気がします。残り2局残して、挑戦がかなり難しい状況になってしまったので、最近は、毎年、そういう感じになってしまいがちなので、もうちょっと改善していけたらと思います。このように語っています。豊島九段は、8一飛で厳しかった気がするとしていますがまさに、その局面は、形勢が確定する重要な手でした。ここから3手進むと、先手に 69% 振れ、そこからは一気に引き離されていくという流れになっています。広瀬八段とのタイトル戦でも、そうですがトップ棋士の反省は、AI 形勢と一致し、かなりレベルの高さを垣間見ることができます。藤井竜王は、順位戦の成績は単独首位とはいえ僅差だし、名人挑戦は、まだ考える段階ではないと、していましたが、この調子で、名人への挑戦が決まり番勝負へ入ると、かなり高い確率でダッシュです。そうなると、谷川浩司17世名人が保持する、21歳2ヶ月の史上最年少名人獲得記録を更新することになり、さらに注目が集まることになる。さて、佐々木勇気七段が、午後からの解説で登場し、70手目でジョイントしてきましたが、とても的確でわかりやすかったですね。最近は、もう、さすがに対抗心を燃やしているところを前面に出してくることもなくなり、藤井竜王の強さを認めざるを得ないといった感じに見受けられます。ただ、29連勝で止めた時の対局から、感想などは、非常に的を得ており、強さを、とても正確に理解していたので、高い分析力があるのだなと見ています。そして、本局ですが、70手目を待っている時のトーク。ここまでの研究をしたことがあるとした上で、ここまでは、前例があり定石。これは、私も昔研究して、止まってたんですよねと研究が中断していると説明。この順は、先手が優勢になりやすいため、後手では選ばない順。進んで、37手目先手6六歩の順での研究から出てくる。46手目の後手7二角としたところについて、角打ちはかなり研究していないと打てないと、聞き手に話を振られると、これは先手結構大変だったんです。明快によくする順がなくて、と前例はないけど、水面下ではかなり研究されている順だったようです。関東で研究の決定版が出たというのが出て、それが、本譜のように、48手目で銀を取り、次に4五桂とする順だとしています。先手59手目4七玉がいい手渡しで、として、ここまでの後手からの手に対応するには、この手がいいんだと、自分たちが研究している内容と一致していることに安堵。藤井さんも、そういう認識なんだなと。藤井さんの中では、ここまでは研究で、次に、8二に銀を後手が打てば詰みまで研究されてると思います。いや詰みは大げさですね。先手が良くなる順までは深められているので。と言い直していましたが、見事豊島九段は、それを読んでのことなのか、微妙に銀の位置をずらし、誘導には乗らず外しています。ただ、かなり深い研究がなされていることがわかりました。このまま藤井さんが勝つと、豊島さん、どこが悪かったのかとなると、相当、前の段階まで戻らないといけないかもしれないとも、こういうトークが、70手目で、すでにありましたので、
本譜藤井竜王が見事勝利していますので、反省すべきは中盤入り口あたりかな。続けて佐々木七段は、藤井さんは角換わりの定石をどんどん作るので、後手持つ人がきつくなってます。先手だと、藤井竜王と同じ指し手を再現すれば勝てるけど、後手は難しいとポツリ。密かに温めていたかもしれない定石をどんどん潰しているので、次に使えない人がいるというようなトークもありましたね。先手は勝ちやすいとしていましたが、この後のトークで、やはりそんなに簡単でもなくてともしていましたが、そりゃそうだと思います。微妙に本譜と変えてこられたらその都度、修正して対応していく力がないと再現は無理ですし、当然、トップ棋士は、藤井竜王の棋譜は完璧に把握しているでしょうからね。このようなトークがあり、早い段階から先手持ちのトークを展開し、完全に藤井竜王の強さに屈服しておりました。佐々木勇気七段は、最近、とても素直な解説をするようになっている。最後に総括し、次のように語っています。角換わりの最新形ですよね。これが定石になるような、後手の対策を潰されたと言ったらあれですが、後手が指した46手目7二角の将棋はこれから出なくなるかなと思いますね。個人的には、前例がない将棋でもこれくらい研究しているという研究の深さが伺えました。このように語っていました。ここで登場する7二角は、佐々木七段が対局中のトークで取り上げた、豊島九段の研究手順でもありました。この手を見てかなり研究しているとしていましたが、これも藤井竜王からすると当然知っていた順ということが今回の対局で判明。研究の深さでは有名な豊島九段であっても的確に対応されてしまうという恐ろしさ。豊島九段がかなり深くまで研究した順をぶつけているのに大長考なしで全て対応しているのですよ。見事な将棋でした。次の対局は、明後日21日からの大阪で行われる王将戦です。忙しいですが、どうにか乗り切ってほしいと願います。I'm sitting back against the door. I can hear your laugh resonate behind that door.See me when she's there. I could disappear, you wouldn't even care. Why does it hurt me like that? I don't even know how I could have fallen for you. Cause you never treat me right, and yet you made it somehow. You got me, I'm addicted to you.